さん、こんにちは。嬉しいですね。ありがとうございます。お疲れ。ありがとうございます。さっきお越しもらったよ。ありがとうって言ってたの。行ったことありますか？うん、もちろんだよね。いっぱいね、お仕事でも行かせてもらってますし、大好きなとこだもんね。さすがブリーチ探検隊の隊長だね、くまも。はい。道頓堀の祖母にも人吉市について簡単に説明させていただきます。人吉市は熊本県の南部、九州山地に囲まれた人吉盆地に位置し、南は鹿児島、宮崎に両県に接しています。鎌倉時代から明治維新まで続いた相良市の城下町で、人吉球磨地域の経済文化の中心地として栄えてきました。市の中心部では日本三急流の一つ球磨川が流れています。清流球磨川の恵みは焼酎、鮎、うなぎ、味噌といった特産品を生み、現在も多くの人を魅了しています。美味しそうなものがばかりだからね。はい、また球磨川では船頭さんの巧みな風さばきで球磨川を下る球磨川下りや、ラフボートで球磨川を下るエキサイティングなウォータースポーツ、ラフティングといったアクティビティも人気があります。そして人吉市といえば、くまモンとコラボした体験コンテンツやグルメ、宿泊も楽しめるくまモンタウン人吉も実施されているんだよね、くまモン。ね、くまモン、そうそう、そうなんです。はい、グルメに焼酎、アクティビティに球磨川を眺めながら入る温泉など、人吉には楽しいことが満載だね、くまモン。はい、さあ、それでは早速なんですけど、くまモンが見つけてきた人吉の魅力をクイズ形式でご紹介していきたいと思いますので、皆さんも一緒に考えてみてください。題して、人吉市の魅力トレジャークイズ。イエーイ、すごい盛り上がりがすごいね、くまモン。こちらステージの観覧の事前のお申し込みをなさった方に回答権があります。何か分かったらまだ言わないでください。答えは3択です。もしかすると少し難しいかもしれませんので、くまモン隊長には皆さんへのヒントを出してもらいます。ヒント見て分かった方が手を挙げてください。見事正解した方への本日のプレゼントはこちら、モニターご注目ください。人吉スペシャルグッズです。トートバッグとポケットティッシュとコースターとクリアファイルになっております。こちらのイラスト、人吉市の特産品など描いており、トートバッグはすごい生地も丁寧なしっかりした生地となっております。大きくてね、使いやすいね、くまモンね、きっとね。僕も欲しい、僕も欲しい。お着替え入れるのもどうかもっていうことで、ぜひ皆さんゲットしてもらえたらと思います。はい、ではクイズの方にお願いしたいと思いますよ。くまもいいかな。はい、はい、それでは人吉市の魅力に迫りながらトレジャークイズスタートです。それでは第1問、人吉市の人気観光スポットに関する問題です。806年創建と伝わる人吉球磨地域を代表する神社で、2008年に一部が国宝にも指定された建築物といえば何神社でしょう。 A 阿蘇神社、 B 青い阿蘇神社、 C 加藤神社。ちょっと難しいね、今も。そうですね、お友達分かったかな、どうかな。じゃあちょっとくまモンからヒントをね、くまモン、お友達にねヒントを出したいと思います。よく見てきて、聞いててね。はいはい、ねえ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 、知ってる？空ってね、青いんだよ。あー、そう。何とも言えない空気ですか。あー、そう。もう一回行きましょう。もう一回、ねえねえ、知ってる？みんな、あのね、海ってね、青いんだよ。あ、
あそう以上です。熊門こちらがヒントとなりますけどもどうでしょうか。どうかな、分かったかな。お友達が結構出てあげてもらってますけどもどうかな。カフェの手を挙げてください。お手上がりましたね結構ね。あら嬉しいな。どうかな。すごい自信満々に手を挙げてくれたお友達、うん、お願いします。はいはい。 B の青い阿蘇神社。さて答えはどうなんでしょう。正解。すごい、おめでとう。正解は B の青い阿蘇神社です。人吉市では親しみを込めて葵さんと称されており、本殿など5棟の建造物は国宝に指定されています。2023年秋には境内に世界的建築家隈研吾氏設計による葵の森国宝記念館もオープンしました。現在葵の森国宝記念館では神社の所蔵の神輿、掛け仏、奉納塔などが常設展示されています。この機会にぜひ青い阿蘇神社の歴史に触れてみてください。ということで正解は B の青い阿蘇神社でした。おめでとうございます。おめでとうございます。さすがだもん。はい、じゃあ早速なんですけど第2問。人吉市の魅力トレジャークイズということで特産品に関する問題です。人吉球磨地域を代表するお酒熊焼酎、現在27もの蔵元が伝統の製法と多彩な味を守り続けていますが、この熊焼酎の原料といえば何でしょう。 A 米、 B 麦、 C 芋。ちっちゃい子には難しいですよね飲んだことないお友達はね、なんだろうって思うかもしれないけど、じゃあですね、くまもんも飲んだことはないんだけど、ちょっとねヒントを出してみたいと思います。一瞬で終わるからみんなねじーっと見ててね。いいかな。じゃあ行くよ、くまもんいいかな、準備はいいですか。 OK、 じゃあ行きますよ。 3、2、1、 じゃんじゃんじゃん。こちらでした。はい、これだよ。分かったかなお友達。まばたきしなかった、ちゃんと見てた。どうかな。じゃあ分かった人手を挙げてください。はい、お結構上がったね。手を挙げて、あらどうですか。じゃあどの友達に当てましょうか。一番手を挙げるのが早かった、うん、そちらの女の子に聞きたいと思います。はい、じゃあお願いします。 A だってよ。焼酎作りが行われてきました。周りを囲む山々から流れ出した良質な水や文字特有の寒暖差によって美味しいお米が育ち、その米から作る極上の熊焼酎が誕生しました。ということで正解は A の米でした。おめでとうございます。ありがとうだもん。よかったねお友達、さすがね。バッチリ分かったもん。回答してくださった皆さん、ヒントを出してくれたくまもありがとうございました。ありがとうございます。ステージは、あ、プレゼントはステージ終了後お渡しします。さて、ここまで人吉市の魅力をたっぷりお伝えしてきましたが、続きましてのコーナーはくまもんと勝負ジェスチャーじゃんけん大会。イエイ、楽しみだね。じゃんけんですよ。ということで皆さんとくまモンとのじゃんけん勝負なんですが、くまモンにはグーチョキパーを出してもらいたいと思います。さあくまモン、グーチョキパーどんなポーズで見せてもらえるのかな。はい、じゃあですね、僕のグーとチョキパー、皆さんにね、あ、ちゃんとね、大事、ね、ちゃんと深呼吸してね。じゃあまずは僕のグーですよ。髪の毛も綺麗に綺麗してね、うん、大丈夫よ、ツヤツヤよ今日。まあお子さんもはたいてすごいですね、くまもん。さらにほっぺが真っ赤っかになってます。うん、あ、口紅、ちょっと口紅は違うんじゃないかな、くまもんね。うん、乾燥する時期ですけど、リップクリームも塗ってもらって、はい、シュッシュッシュッとデオドランド OK です。はい、ではくまもんの
グーお願いします。せーの、うーグー、くまモンのグーこちらです。いいかな、みんなよく覚えててね。グーだよ、グー。はい、じゃ続いてくまモンのチョキいきましょう。せーの、くまモンのチョキ。はい、こちらですね、チョキだよ。ちょっとね、恥ずかしいかもだけどチョキです。しっかり覚えてね。じゃあラストはくまモンのうーパー。こちらくまモンのパーですよ。これはね、分かりやすいかな。みんな覚えた、グーチョキパー、いいかな。はい、じゃあぜひ皆さん参加してもらってですね。はい、今日もみんなに可愛いポーズ、キレのいい動きたっぷり見せてあげてください。はい、はい、さあ、じゃんけん大会は観覧を事前お申し込みいただいたベルトパーテーションの中のお客様が対象となります。それ以外のお客様はくまモンのキレのあるポーズを楽しみながら応援してください。そして最後まで残ったコーンの方には、なんとくまモンからあなただけに送る丸々をしてもらいたいと思います。一体何してくれるのかな今日ね。えくまモン今日は何をしてくれるかちゃんと考えてきたもんね。はい、はい、じゃあそれでは 見やすいように手を高く上げてください。ラビットなし、正々堂々と頑張りましょう。ではいきます。最初はグー、じゃんけんポーン。これはパーです。なのでチョキの方はそのまま手を高く上げていってください。はい、結構減っちゃいましたね。あ、結構お友達強いですね。みんなチョキだった、うん、あら、すごい。次は2回戦目いきまーす、はい、せーの、最初はグー、じゃんけんポーン。おお、今もこれはグーなのでパーの方はそのまま手を上げてください。すごい強いですね、す今日皆さん、すごい強いです ね、 ね、うん、いやクマモン負けられませんよ。クマモン頑張って頑張って。じゃあ続いていきましょうか。せーの、最初はグー、じゃんけんポン。チョキということなので、グーのお友達手を挙げてもらえますか。まだ残ってます。すごい今日はめちゃめちゃ強い日ですね。クマモンちょっと今日は強敵ですよ、みんな大丈夫かな。クマモンずっとじゃんけんばっかりできんけんで、あと次こそ勝ってよ、いいかな。はい、いいですか。あ、そのぐらいな、うん、じゃあ続いていきましょう。せーの、最初はグー、じゃんけんポン。あ、パーということで、チョキのお友達、チョキの友達、あら、2人かな。2人ですね。次が最後かもしれませんね。いきます、ラストのじゃんけんです。最初はグー、じゃんけんポン。あ、パーのお友達、あら、あら、すごい、すごい、こちら、あら、パーだ、強いね。もう一回いきましょう。最初はグー、じゃんけんポン。あ、よー、ちょっと、あ、なかなか、なかなか強いですね、皆さん。あれ、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 クワモンガクブル、ガクブル、クワモン本気出して、次こそ、次こそ勝って、いいかな、ラストの1回にしましょう、はい、パシパシ気合を入れて、せーの、最初はグー、じゃんけんポン。チョキー、グーのお友達マスター、ましたおめでとう。あらー、おめでとう。名前の方お願いしますね。あ、名前の方にお越しください。あらー、グマモンすごいね。今日から送る丸々、今日はナデナデでした。あ、じゃあクマモンどうしたらいいかな。お友達は、お友達クマモンの方向いてもらおうか、どうする。もじもじ恥ずかしいな。なになに、いいの。うんうん、僕のお顔を見とってもらうの。違うの、はいはい、どうしたのかな。うん、そのまま立っとってもらって、お友達、僕と一緒に、うん、僕と一緒に、じゃあお客さんの方見るのかな。あ、お客さんの方見てね、だってごめんね。はい、で、くまモンは、うん、あの、なんでしょう、棒立ち、はい、あ、ダンダンって手拍子が欲しい。いきますよ、皆さん、いいですか、ご協力いただいて、せーの、パン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 。
ごめんね、お母さんに聞いてね、何のギャグかね。すいません、ありがとうございました。ね、おめでとうだもん。すごかったよ、じゃんけんね。ありがとう。はい。じゃあ、お席に戻ってもらって大丈夫ですよ。エスコートしてくれますか、くまモンが。優しい、優しい。どうぞどうぞ、こっちにどうぞ。ありがとうね。強かったね、お友達ね。はい。ありがとうございました。それでは、はい、皆さんお待ちかね、ここからはくまモン隊にバトンをタッチしてダンスで盛り上がっていきましょう。それではくまモン隊のお姉さん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ではくまモン、ラストのダンス、何を踊りましょうか。悩むなぁ。なになに、お手手をみんなでぐるぐる回せる、まんまくまモンかな。踊りたいそうです。じゃあみんなもよかったらくまモンと一緒に当ててぐるぐる回してね、僕を見ながらね、一緒に踊ってね。じゃあくまモン、ちょっと最後に一緒に少しあげようかな。よいしょよいしょ、ちょっとずんだれてくるんですね。すごいなで方なのでね、くまモンね、これね。はい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 、よしよし、はい、オッケーかな。ちょっと紐も取れてるね。早くしようって、ありがとうございます。時間時間ってなんで、ちょっとごめん、はい、じゃあすいません、お待たせいたしました。ではくまモン、まんまくまモン踊っていきたいと思いますよ。まんまくまモンミュージックスタート。
とうございました。はい、ありがとうございました。くまモンもそうなんですけど、今日はすごいノリノリで踊ってくださるお客様がたくさんいて、私たちも嬉しかったです。嬉しかったね、くまモン。ねえ、本当に嬉しかったもん。すごい楽しい時間だったんですけど、最後に皆さんに一緒にやりたいポーズがございます。ここくまモンビレッジ名物のトレジャーポーズです。くまモンはこの後も熊本の魅力を半年に出かけるので、皆さんでトレジャーポーズをバッチリ決めてくまモンを送り出しましょう。くまモンが身だしなみを整えている間に、皆さんもう一回トレジャーポーズ練習しましょうか。はい、じゃあ目の前に双眼鏡を持ってください。このままくまモンも双眼鏡を持ってね。このまま右へ、そして左へ、もう一回右に行って、最後に敬礼ポーズでトレジャーハットで送り出しましょう。はい、くまモンも準備バッチリ。OK、 じゃあ行きましょう。皆さん双眼鏡を構えてください。行きます、せーの、トレジャーハト。いらっしゃい。命ありがとうございました。お疲れ、またね。お疲れ様ですよ。ありがとうだもんって嬉しいね。クマモンはじもんばい。暑い中ありがとうございます。どっから出てきたんだよ。